アレクサンドラス・ステュルギンスキス大学大学寮、アレクサンドラス・ステュルギンスキス大学は、リトアニアカウナスにある国立大学。リトアニア大学に農業森林学科が再設された後、1924年9月3日、ドトトヌバに農業アカデミーが設立された。初大学長には、ポビラス・マトゥリオニス教授が選出された。当時のリトアニア経済は困難に直面しており、 政府が高等教育機関の新設を支援することは難しかったが、そんな中でもアカデミーは発展を遂げていった。1924年から1937年までの間、125名が論文を提出し、学位を取得している。しかし、第二次世界大戦が始まると、多くの教員がシベリアへと送還、抑留され、その他の教員も強制送還から逃れるために、 西側諸国へと亡命した。1945年、アカデミーはリトアニア農業アカデミーへと名称変更し、カウナスへと移転。1946年初頭には農業機械科学部と水域の上開発学部が設立された。学生数の増加に伴い、カウナス郊外にリトアニア農業アカデミーの新キャンパスが作られることとなった。 1964年、アカデミーはカウナス近郊プリエナイ市のノレれキシケスに移転された。1990年にリトアニアが独立を回復すると新たな学位制度や新たなモジュール制度、単位制度など新教育制度が導入された。基礎理論が学習の基礎に置かれるようになった。このようにしたアカデミーは大学として機能していった。1996年10月8日、 セーマスにより、リトアニア農業アカデミーは、リトアニア農業大学へと、名称変更した。2011年8月16日、リトアニア農業大学は、アレクサンドラス・スティルギンスキス大学へと、名称変更した。また、2019年1月、ビータウタス・マグヌス大学に九州合併され、ビータウタス・マグヌス大学農業アカデミーとなった。現在、 学生数は7310名、教員数は465名である。また、以下の学部、研究所がある。キャンパスの広さは862ヘクタール。大学には、学士課程、大学院は、修士、博士課程がある。学士課程は4年生で、定時制は5年生。学士課程を卒業した学生には、専門職学位課程と修士課程が用意されており。 専門職学位課程は1年生、修士課程は2年生である。博士課程は4年生で、以下の5分野を備えている。社会科学、自然科学、農学、農業工学。ただし、新学年の3から4月中までに、博士課程進学者の希望があれば、ビータウタスマグヌス大学との合同プログラムによるテーマを得ることができる。 2019年1月には、ベム農業アカデミーとなったので、現在、博士家庭は、ベムの学生として、教育を受ける。学年度は9月1日に始まり、秋学期と春学期の2学期制である。それぞれの学期は20週間。アレクサンドラス・ステゥルギンスキス大学は、ソクラテスプログラムに参加しており、EU 諸国の提携校からの留学生を、受け入れている。 北海道大学、大学院農学研究院、農学院、農学部、日本学生支援機構の受け入れ校ありがとうございます。